小森さん、はい、コンクルージョンから、はい、ありがとうございます。すごい勉強になったんですけど、はい、今個人的に一番気になっているのは、はい、あの今年のもう天王山みたいな感じになっちゃいましたけども今年最後の試合バサーオールスタークラシック、はい、あそこでメガバスのプラグでバシッと釣ってるシーンが一番印象的だったんですけど、はい、あのルアーってもしかして今ボートに乗ってるんですか？乗ってますよ。さっき言ったこの80の、あ、これだな。このカラー。はー。はい。それと、まあ、ちょっと解説で書いてあると思うんですけど、このカラーを使い分けて使ってましたね。で、あの頃バスが食ってたベイトって、ワカサギじゃなしに白ウトだったんですよね。で、ワカサギの入ってたエリアもあったんですけど、まあ、基本白ウト。なので、表層直下をテロ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 って泳ぐルアーが欲しかったんですよ。で、そういう意味でこの80ジュニアっていうのが、一番テロテロ泳がせられるなと。IG じゃなしに、IG よりもちょっと下で、テロ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 って、で、まあ、カスメヨナ透明度って、当時、まあ、北浦の透明度が、まあ、40センチぐらいだったんで、その40センチぐらいの見えなくなるところにある石とかに、コツンって当ててたりして使いたかったんで、まあ、水深40センチぐらいをテロテロ曲げるもの。ってなると、もうこいつが最強だなと思って、いろんなものを投げてる中で、で、まあ、これだって言って使いました。で、色もね、最初ね、実はあんまり僕持ってなくて、で、急遽、ラインナップを見て、あ、この色だっていう2色を送ってもらって、で、まあ、会社に在庫なかったら買おうと思って、もう自分でもショップさん間に合わなかったらってもあったんで、もうあさってでこの2色を揃えて、大会の時に大体球数として、はい、まあなくなっちゃうことも想定して、はい、何個ぐらいこれ用意してるんですか？本当はハードルバーって1個1個泳ぎが違う可能性もあるんで、5個ぐらい持ってきて、中にいいのが2個ぐらいあればいいかなと思うんですけど、メガバスのルアーって比較的どれもこれも、まあ、そんなに誤差がないんですよ。だから3個あればいいか、これ3個これ3個でプラスアルファ1個1個で4個4個持っていってましたね。まあ当然ロストはなかったんで、まあ足りたんですけども、でまあこの2色あればいいかなという感じでした。で、すごい戦い見させていただいたんですけども、はい、ちょっとせっかくなんで、はい、最後やっちゃったじゃないですか、はい、最後、はい、もし今心の傷が少しでも癒えていたら、はい、あそこら辺のどう何が起こってたのかみたいなの、いや、あれ5分前に戻りたいって言ったじゃないですか。今からないと半年前に戻りたいですいやね、単純に試合中に僕はちょっといろんなことを今年は感じようっていうのがテーマだったんです。今までは自分の論理で組み立てていって、それで当然ゲームもちゃんと出てきていったんですけども、春っていうのは理屈だけでは絶対動けないんですよ。バスの上がってくる魚の数が少なかったりとか、あるいは季節の進行が自分の思った通りいかなかったりとか、計算できない要素が加わってくるんで、今年の、まあ、3月のバサクラに関しては感じる、今ここで春が始まってるのを感じなければ試合は勝てない。だから、まあ、結果から言うと北君優勝されたのは当然そこに魚が刺してきてるのを風で感じていった場所で、小野さんとラッシュを2人で味わったわけじゃないですか。それで上位に行ったじゃないですか。やっぱ感じたから上位に行けた。で、僕もそういう感じたいっていう気持ちがあったんですよね。で、初日は足をやりながらいろんなことを試していった中に、水温が 12. ちょっと超えた時に、あ、そろそろ釣れますよって感じて足釣れたんですよ。で、この2日目に関してはちょっとまあ風が強くなってミノーのパターンで1本取って、そこからなんかちょっとミノーのパターンが停滞し始めたんですよね。で、まあ、風で大きく水着が変わっていったというのも、水温が上がっていって、で、僕のやってるのが風裏だったから、水温が上がっていくことによってバスがスローになったんですよ。それを途中で感じて、ふっと水温計見たら12度超えてたんですよ。じゃあワーム食うかなと思ったんですよ。でも今までベイトをこうやって折った魚、一瞬足を止めて、となると今度は落ちていくものを見てボトムで食ったりするじゃないですか。なので今までミノーでやったところをネコリグ通してみようと思ってネコリグ入れたんですよ。ただまあ北浦のマリーナの壁のちょっと沖にあるハードボトムなんですけど、まあ、散々ミノも通したところだったんですけど、そこにネコリグ入れたら一発でコンっていう鈍いあたりが来て、ここでちょっと、まあ、時間がすっごく短かった。で、途中で僕も悩んだっていうか、ちょっとミノじゃなくなってきたなっていう時に、ルバーをどっか一回した時にネコリグに使ってたロッドをクラブのジグヘッドで変えちゃってたんです。だからネコリグはデッキの上に ベイトピネス用のネコリグが転がってて、でもう時間が残り15分とか切ってたから、スピニングにそれを急遽結んでプッて投げたんですよ。で、一撃でバイトが出たんですよ。で、後悔があるとすれば、その時ドラッグチェックをしてなかったことと、
フックがちょっとネコリグスピニングでやるならもう一個細い針でもよかったんじゃないかっていう、この2つはちょっと自分の中で後悔があったんですけど、まあ、それを変えたら乗ってたかバレなかったかわからないです。ただコーンっていうバイトが来て合わせた時は魚乗ってました。ギュッて入った時に外れたんです。その時ちょっとドラッグが出すぎた感じはしたんですよね。ひょっとしたらドラッグ緩かったのかなっていう後悔もちょっとあります。ただシーズン中だったらドラッグ緩くても追い合わせ効くところまで魚加えてるし、針先が乗っかってればね、とりあえず魚がそういう抜け方はしないじゃないですか。テンションかかった状態で抜けるなんてことはないから、まあ何が悪かったのかは分かりません。まあ正直、うん、あのバイトを取った瞬間勝ったと思ったんですよ。いや見てました、はい、僕はもう勝ったと思ったんです。いったなって、あのファンはみんな、はい、あ小森さんいったなっていうあの瞬間でした。あのフッキングモーションに入った時に、はい、来たって全国のコンクリーションたちが思ったと思うんですけど、でもやっぱりそこでね、まあ追い切れなかったというか外れちゃったっていうのは、まあまだまだ頑張れよ小森って意味だと思ったんで、あそこでまあ終了じゃないんだぞと、まあ2連覇しちゃったらちょっとテンション下がるかなと思ったところもあったんで、まあおかげで今年は気合が入ってシーズンやるぞってなったんですけど、まあシーズンなくなっちゃいましたけど、まあそんなことがあのシーンではありました。でもトータルでその決定的に上位に居続けたっていうのは今手に持たれている80ジュニア、これが結構そうですね、あのシーン最後のシーン以外でやっぱこれでおもむろにミノを投げ出して、はい、え小森さんなんだろう焼けっぱちかなと思ったら全部計算の上にこれ選んで色も選んで投げて、はい、であのキッカーフィッシュというかで初日の入れ替えから2日目の、うん、まあ2日目で1200ぐらいありましたからね。でかかったですね。ただねもうちょっと信じてやればよかったなっていう面もあります。だって別に最後の1本ばらさなくたって途中でミノーでもう1本捨てれば勝ってたんですよ。ミノーで800でも勝ってたんですよ。ってことはもうちょっと信じてやってミノーで2本取ってればよかったんですよ。たら別に何のあれもなしに勝つだけでってなると、初日ミノーを始めた時間、それからミノのエリアに来てグラブ投げたりしてる時間あったじゃないですか。あの時間がいらなかったかなと思ってはいます。もっともっと信じてやればよかったなと。ちょっとやっぱりねバイトが遠い時間に合ってるのかなって疑いかけちゃったんですよ自分 でもっとこれを信じてやれたら白浜まで僕行ってたかもしれない。もうちょっと信じてやれればよかったなって思ってますね。小森さん、はい、もう本当今年はあのアベマ TV の、はい、中継があって各選手のそういう熱いのが見れたのがファンとしてはすごい楽しかったんですけど、はい、次回また絶対バサオールスタークラシックに小森さん戻ってくると思いますので、はいはい、まあ、いつになるか分かんないですけど今こういう時期なんで、はい、次回のバサクラに向けての何か。そうですね、まあ、バサクラっていうフォーマット人数が少ないじゃないですか。これ僕すっごくやりやすいんですよね。当然考えるゲームを考えていってゲームをするタイプのトーナメンターなので思い通りにいかないことがあるとしたら対人なんですよ。それが結構カットされる、人が少ないっていうもんで自分の思い通りの展開が作れるマサクラっていうフォーマットは3本リミットだか5本リミットだろうが僕はものすごく自分に合っていて、まあ何回やっても上位に行ける自信はあります。これは出る前からずっと思ってました。で呼んでいただいてやっぱり今までもずっと結果を出し続けてる。これ湖が変わってもおそらく僕はあまり苦にならない。このフォーマット誰しも相手が誰であれ戦っていけるなとは思ってます。なのでまあ次回のバサオールスタークラシック、まあ、呼んでいただけるとまあ信じてますんで、呼んでいただければ絶対に、まあ、結果をまた、面白い釣りを含めて見せていけるかなと。でまあそのトーナメントに勝つためっていう意味でね、やっぱりレッグアームだったりとかカリフォルニアロールだったりとか、まあ、カットテールだったりそういう、まあ、基本的に魚が簡単に釣れるルアーっていうのを、まあ、自分は今までどこで使うべきかっていうことを調子していったけど、そのハードルはもちろん巻物もそうだしスピナーベッドもそうだし、まあ、そういったルアーは別に僕は苦手なわけじゃないんですよ。そのイメージとしてそっちを試合だけを見ちゃうとそっちのイメージになっちゃうんだけど、まあ、こうやって自分の得意としているミノーのローリングだったりとかこういったものもやっぱはめていけるゲームがまたできると思うんで、その辺もぜひ見てもらいたいなと思ってます。